うわ、すっげえ、とうとう来たな、この時が。マリオ、リンク、オープニングすごいね。サムス、そしてカービィ、おいっぱいいる。誰？そういうことで、いや、楽しみだな。どうも、こんにちは、三田です。なんとです、今回、来週発売のスマブラ SP を先行体験させていただきました。ありがとうございます。いやね、まさかね、任天堂から案件とかそういった形で話が来るって本当に感謝の極めです。まずこう、まあ、スピーツとかね、いろいろあるんですけど、まあ、早速ね、皆さん気になってる対戦の方をね、していこうかなと思います。見てください、このキャラの数。今までのファイターが全員出てるということで、今回特別にね、すべてのファイター解放したアカウントでやらせていただきます。もう、インクリングとか、この辺ね、もう、リドリー、シモン、リヒター、まあ、この辺結構気になると思います。ジョーカー、勇者、なんか、ん？すいません。ジョーカーとかこの辺って知らないんですけど、あ、DLC のキャラ、あ、間違って全部解放しちゃった。え、じゃあこれまずいですかね、これ。あ、編集へどうにかするから一旦戻る。あ、わかりました。見てください、このキャラの数。もうマリオ、ドンキー、リンク、もう今までのキャラね、でも全部出てますからね、フォックスとか、まあ、さらに、まあ、この辺の、まあ、ルキナとかね、そういったインクリング、もう気になってますね。スプラトゥーンからもうまさか参戦するなんて、いや、これは驚きですよね。まあ、早速、最初なんでね、マリオとか使って、まあ、レベル、まあ、9でいきますからね、やっていきましょうか。初戦ですから、誰だろうな、相手。まあ、CPU といっても初戦ですからね。お、ドンキング、しかも、この対戦する前、いつまたすぐ対戦行くんですけど、この、対戦するよ、みたいな、ガーンっていう、あのエフェクトかっこいいですよね、だいぶ。お、だいぶ、結構ゲームスピードもなんか、早い感じで、お、食え！すごい、まるでなんか 52% から空2回して空前のメトロが繋がりそうな空しますね、これね。いや、だいぶ、マリオだいぶ強いんじゃないですか。まあ、元からね、Wii の頃が、WiiU の頃からまあ強いかなっていう感じはあったんですけど、これ SP でも、これ下投げから、やっぱあれかな？やっぱ最初のマリオって言ったらね、もう下投げから上強みたいな。あ、繋がりますね、確定ですね。あ、そう、まるで確定コンボみたいな動きできますね、これ。いや、強いなぁ、マリオ。これですね。マリオは、最新のスマブラ SP、間違いなく S ランクキャラです。続いてこちらのスピリッツ。PV で1人10体やればいけるかみたいな。母ご冗談をって感じなんですけど、少しだけね、特別に見せるということでいきましょうか。さあ、準備ができたということで、まあ、こういうなんかボードゲーム系といいますか、自分で歩いていくみたいな。最初にしてはだいぶ壮大な感じなんですけど、これ上でしょうかね。行ってみましょうか。まあ、こんな感じ。これラスボスじゃない？これノーフィルム？ノーフィルム？あ、ソーリーソーリーソーリー。スピリッツは少し不具合があったということで、まあ、今回はこれオンラインやっていこうかなと思います。まあ、私以外にも先行体験してる人がいるんで、トーナメントとか、大観戦とか、結構充実しますね、これオンラインだけでも。まあ、今回はね、これ、あー、間違って、みんなが投稿しちゃった。けど、まさかね、あれ投稿されてる、ホブラ、ん、あ、ダメ、これ秘密情報。あ、すいません、すいません、すいません。まあ、今回はですね、なんと、オンラインにおいて、なんか、世界戦闘力、なるものがありまして、まあ、一定まで行くと、なんか、ビップルームみたいな、行けるらしいです。ちょっと、インクリング、だいぶ私気になってたんで、ちょっと今回、インクリング使って行ってみたいと思います。対戦よろしくお願いします。これは、セフィーロ、これまずい。これまずい。ごまかし、ごまかせ。マルスですね。うん、イメチェンかな。だいぶ髪の毛とかもね、F あんま詳しくないんですけど、上投げから空へなんか繋がる気がしますね。やったことないですけど、イングリング。あんま詳しくないですけど、まあ、こういった姿もあるでしょうね。なんかあの、未来の姿、みたいな。まあ、なんか知りませんけど、なんか、空後しちゃいな気がしますね、インクリング。初めて使いますけど。空後しちゃいで立ち回って、特に、まあ、横 B とかも、あ、なんかメテオも当たりがこんな感じな気がしますね。まあ、初めてやったんですけど。いや、強いですね、結構。やっぱ、メインの、あ、投げ、飛び道具も使えるんだ。やるね、セフィ。違いますね、マルス。お、すごい、後ろ側から空後なんだよ。いや、開拓が進みますね、こんな。全然違うキャラ、みたいな。なんか横 B とかのローラーで埋めるのが強い気がしますよね。あとなんか上投げから空上からバー先ができる気がしますね。なんか確定体によっては初めて使いますけど。やっぱこれ強いですね。インクリング。いや、スマブラなんかね、SP の、なんかあのあれですからね、通撃続けキャラで言ったら一番の、まあ、目玉みたいなとこありますからね。で、こっちな気がしますね。おい、やっぱ慣れてきましただんだん。やっぱ一応こう見えて、まあ、Wii U から一応やってるので、あーなるほどね。あ、すごい。飛べるんで、羽生えてますね、最近のマルスは。あれですか、なんかカムイのチースチャ、なんかまあすごいですね。体験版にしては。ね、なんかまるで強いみたいな。FF、Twitter かな？いや、まだ強いな。皆さん気になってたでしょ？この Wii U 最強のクラウド。SP では、一体どのぐらいまだ強いのかって、ちょっと試していこうと思います。なんか、基本的には、まあ、カービィと、こう、クーエル、あ、ちっちゃいクーエルの範囲が、やっぱ弱体化されてますね。まあ、あれだけ、まあ、あれ強かった。アイテム周りにして、これなんだ、知らないアイテムですね。使ってみようと思うんですけど、名前変えられるんですね。なんか、あー、なるほど。だいぶ、
だいぶなんかあの先行体験にしてはなんか出来上がってますね皆さん。これはもうよく Wii U からこれやってましたからね、アイテム戦の時は。私も名前変えたかったんですけど変えらなかったんですよ、開発ナンバーから。これで奥を当てていくと、これリミットやっぱどんな感じなのかなと。おどこまるでなんかねカービィのウェビーもう SP でやり尽くしちゃってみたいな、もう書き閉じちゃいますけどね。たまたまですよ、まあ、私 Wii U の時使ってたんでよくスナブラ SP だ。おこれおスナッシュボールだ。いやまさか爆発だ。爆発した、すごい。キンクロを環境トップにするために強いって言うってことですか。これでやらせ、あ、すいません、わかりました。キンクロは最強って言っておきます。負けたら、あ、編集どうにかする。あ、わかりました、任せてください。さ、対戦相手サムスですね。で今回この、ま、キングクルール使っていくんですけど、だいぶね、なんか強いって噂がまあ言われてるじゃないですか、皆さん知りませんか。これよくあの今プロの中だともうだいぶ強いみたいな話がされてて、だいぶなんかちょっとほんと使い勝手いいのかなと思って今使ってるんですけど、結構あれですね、お、すごい重量切りした復帰阻止もあるし、お、横強の範囲も長い。え、これ待って、前作のベヨネッタより強いんじゃない。もうサムスってね、遠距離、ま、キャラって言いますか、ま、結構きついなって思いますけど、もうこんないい勝負してね、もう負けないぐらいのあれですけど、あ、今のチートです。はい、今の不具合ですね。あ、不具合ですよね、わかりました。全然飛ばせない。いや、あ、うわ、ウェビーとか、あ、ウェビー、お、すごい。え、強キャラこれもしかして。S ランクキャラ確定じゃない？やっぱまだ使い慣れませんね、全然ちょっと。でもこれ復帰力。重量級なのに。しかも全然飛ばない。いや、こんな強いとは。スマブラ SP の最強キャラ。キンクルで間違いなし。お前、スマブラ SP 買ったらしいじゃん。どうなん？面白いよ。しかも、キンクルってキャラがいて、プロとか実況者とかネットで、みんな最強キャラって言ってるし、実際マジ強いの。え、そんなキャラいんの？ S ランク確定じゃん。間違いねえよ。スマブラ SP は、キンクルのゲーム。